してあのシンガーソングライターの横澤ローラ、違う、ユニットでオノマトペルというユニットで、ボーカルの横澤ローラと言います。ピアノの工藤拓人です。今日はありがとうございます。今年はハロウィーンにあの妖怪フェスをやろうと思ってたんです。でもコロナでできなくなってしまって、代わりに何かその集まらないけどできるこうハートウォーミングなことはないかなということで、今年はその私と工藤がそれはこうボランティア的に曲を作って、皆さんがほぼ一つ返事で楽しそうやりたいって言ってくださるので、もうその時からめちゃくちゃ感動しています。ありがとうございます。ハモらないでみんなで同じ感じで歌う。そう、なんかそう、浪矢先生があまりに皆さん今日は声が出るぐらいかもって言うからそっかって思って、最初そのハモらない前提でやってきたんですけど、一回ハモってるのを聞いて、いやどうなの、え、できるよね、完成形の機会をさっきやってみたから。行きます。